ミーティングか。緊張するな。 僕のどんなことから話せばいいですか? わかりました! この間、 16歳になったばかりの高校生です! って、 ああ! アイドルは、 あんまり歳とかペラペラ喋っちゃいけませんか? あ、それもそっか! プロデューサーには何でもバレバレってことですね! はい!って言っても、 まだ見られたもんじゃないですけど、 取り柄は体力だけで、 いつかもっと上手くなって、 テレビの歌番組や大きなステージで華麗に踊りたいよな。 そうです! 誰もが抱く憧れってやつです! よし! これから頑張ってたくさんの男の子に騒がれる存在になるぞ! え、それってどういう意味です? うわ、微妙な気分。言ってることはわかりますけど、できれば可愛さで勝負したいな。 どうして男のファンだけを狙っちゃいけないんです? プロデューサーってすごい職業なんですね! はい!わかりました! 僕は僕のできることで頑張ります! ここまでお疲れ様。では、君たちのアイドルランク報告だ。プロデューサー、さっき弥生に会ったんですけど、思わず抱きしめちゃいました。弥生って可愛いですよね。 お疲れ様でした。あ、さては忘れ物ですね。そそっかしいな。具体的な目標ですか? その約束、乗りました! 僕も目標を目指して、力の限りやりますよ!